栗玄関栗内部深度の本堂庭園妙法院は、京都市東山区妙法院前川町にある天台宗の寺院。三号を南英山と称する。本尊は普賢菩薩、海山は最長と伝わる。皇族、貴族の指弟が歴代十字となる別格の寺院を指して門跡と称するが、妙法院は少霊院、三世院と共に、 天台三門石と並び称されてきた名門寺院である。また、後白河法皇や豊臣秀吉ゆかりの寺院としても知られる。近世には、宝光寺や蓮華王院を管理下に置き、三十三県道は、近代以降も妙法院所管の仏道となっている。妙法院は、著名社寺が集中する京都市東山区南部に位置する。付近は、後白河法皇の居所であった。 宝珠寺殿の旧地であり、近隣には、地釈院、京都国立博物館、宝光寺、三十三県堂新日吉神宮、五白川法王宝珠寺寮などがある。近世初期混流の豪壮な栗や大書院などが立つが、寺内は、周期などの特別公開の時を除いて一般には、公開されていない。天台宗の他の門跡寺院と同様、妙法院は、 比叡三条にあった某がその起源とされ、初代門主は伝行大師とされている。その後、斎藤報道院のエリオが継承し、その教えを伝えたとされている。その後、平安時代末期、後白河法皇の時代に落中に移転し、一時は、綾野古小坂に所在したが、近世初期に現在地である、宝十寺伝跡地に移転した。課長要略等の記録によると、 比叡山三島のうちの斎藤に所在した、本学院が妙法院の起源とされている。しかし、妙法院と本学院の関係は、必ずしも明確でなく、本学院から分かれて、妙法院が成立したとする説、逆に妙法院から本学院が分かれたとする説、妙法院は、本学院の別号だとする説などがある。また、妙法院が、比叡山から洛中に移転した時期、 綾野工事小坂から、現在地に移転した時期についても正確なことは不明で、近世以前の寺氏は錯綜している。現在地にはもともと文禄四年、豊臣秀吉の新任厚い天大層同長が開いた寺市高院があった。事実上、妙法院が日本史に登場するのは、後白河法皇の時代である。後白河天皇は在位三年足らずで上位し、 宝元三年には、上皇、花王元年には出家して、法皇となった。この間、後白河上皇は上位後の巨書、隠語書である、宝獣寺伝の造営を進め、英略二年からここに住むようになった。ここで陰性が行われ、また、語書の西側に千体千士観論像を安置する、巨大な仏堂が建てられたことは史上名高い。 上皇は、英略元年には、五所の鎮守者として、比叡山の鎮守者である日吉者を勘定して、新日吉者を信仰している熊野三山から、熊野権現を勘定して新熊野社を建立している。この新日吉者の初代別当に任命されたのが、過去2年頃に、鴨川の東、綾野皇治の地に移転してきた、妙法院の僧、正雲であった。正雲は、 三女左家の藤原忠明の子であり、天大札を務めた海王様の甥いにあたる。正雲は、後白河上皇のご地蔵であり、上皇からの信頼が厚かったという。明法院は、上皇のご書内にある、法十字と新日吉社を末寺とし、管理下に置いた。明法院の門主系府では最長を初代として、十三代が海王様、十五代が後白河法王。 16代が、正運となっている。続く17代文衆の実前も後に、天台座すになっている。18代文氏として、御子政西方神皇が入事してからは、門跡寺院としての地位が確立し、近世末期に至るまで歴代文主の大部分が、方神皇である。鎌倉時代の妙法院は、綾小路坊綾小路御所。 綾野ノコ宮などと呼ばれたことが記録からわかり、現在の京都市東山区議園町南側あたりに主要な帽者が存在したと思われるが、宝光寺大仏に隣接する現在地への移転の時期などは正確には分かっていない。豊臣秀吉が造営していた宝光寺の大仏殿が完成したのは文禄4年のことであった。この年以降、秀吉は防父母や、 先祖の母提を弔うため、当時の日本仏教の八州の僧を集めた戦争供養を大仏、共同で行った。この大仏、共同は、妙法院に所属し、戦争供養に出資する千人もの僧の食事を準備した台所が現存する妙法院栗ドとされている。栗自体の正確な建立年代は不明だが、秀吉の戦争供養に、 妙法院が関与していたことは当時の日記や文書から明らかであり、妙法院は遅くとも16世紀末には現在地へ移転していたことがわかる。近世の妙法院は法光寺、蓮華王院、新日吉社を検体する大臣院であった。妙法院門主が法光寺住職を兼務するようになったのは現長年からである。これは大阪の陣で豊臣氏が 江戸幕府に滅ぼされたことを受けての沙汰である。戦後幕府によって進められた、報告神社及び報告病破却の流れの中で、当時の妙法院門主であった常種法親能は、積極的に幕府に協力、報告神社に保管されていた、秀吉の遺品や神宮寺を横領することに成功している。十三県道については、創立者である、後白河法王との関係から、 早くから妙法院が関与していた。昭和4年の星ら川法王100回聞くようは、妙法院門主の御事教が33県道において行っており、以後、50年ごとの正聞くようは、妙法院門主が33県道にて行うことが慣例となっている。近代に入って、法光寺と新日吉社は独立したが、33県道は、 現代に至るまで妙法院の所属となっている。妙法院は、幕末には、三条耳未未ら尊能上位派の苦行7人が、京都から追放された、七京地の舞台ともなっている。1954年には、境内の一部であった、庭園、積水園が、日本専売公社に買い取られた。その後、京都専売病院に、2005年からは、東山武田病院に、 2016年からは、フォーシーズンズホテル京都になっている。ガランは西側を正面とし、東大寺通りに面して、空門と通用門がある。境内は、西側正面に来り、右手に、新殿が立ち、本堂はその南側に立つ。33県道所在分については、堂々の項目を参照。ポルトガル国インド複合新書店居 2000年までの指定物件については、国宝重要文化財大前別館による。指定文化財の明細妙法引退書院障壁が58面、名官福類国立歴史民族博物館の急行給料取調べ庁データベースより算出した幕末期の妙法引料は以下の通り、ありがとうございます。